では上腹の冷笑ですね、今回は羊毛の柔らかい筆で描きました。先寄せですね、ちょっと先が、力を持たせて、すいてある筆ですね。このお手本の方ではちょっと四角っぽく作ってあるんですが、同じに描いてんじゃ面白くありませんのでね、ちょっと思いっきり潰して描いてみようかなと思ってますね。横線が重なっても構いませんとね、あまり気にしないように。このにじみとカセルのバランスですね、これはうまくいけば見栄えはしますね。紙は台湾製ですが、銀という紙ですね。少し柔らかめの紙で。
まだ乾いてないときはこう墨をつけたときはまだこのくらい、乗ってますけど、このくらいで乾いたときがちょうど良くなりますので、ね、墨をつけることに、たくさんつけることにあまり恐怖を持たないように、ちょっと多めにつけてみてください。